トリー・ウィルソンはアメリカ合衆国の女子プロレスラー、ディーバ。本名はビクトリアン・ウィルソン。アイダホ州ボイシ出身。アメリカのプロレス団体 WWE に所属していた。雑誌、プレイボーイの表紙を2003年、2004年の2度に渡り、飾ったことがある。プロレスラーになる以前は1997年からフィットネスのモデルとして活躍しており。 すでに名前も知られていた。ビクトリアはフィットネスモデル時代からの知り合いである。プロレス界に入ったきっかけは、1999年に WCW からスカウトされたことによる。WCW では、ディック・フレアーの息子であるデビット・フレアーや、ビリー・キッドマン、シェーン・ダグラス、ケビン・ナッシュなどのマネージャー役を務める。2000年12月に、 WCW から解雇されたが、2001年1月に WWF 入りする。WCW 出身であったことから、WWF と WCW、イカップリングウィズ連合軍の構想ストーリーが展開されていた時にはアライアンスに所属し、同じく WCW 出身のステイシー・キーブラーとタッグを組んでいた。アライアンスのストーリーが終了後、スマックダウンにて、 タジリのアングル上の恋人となり、マネージャー役を務めた。後に、ビリー・キットマンとタジリが構想するストーリーが展開されるが、ストーリーはトリー・ウィルソンがタジリから去って、アングル上、ビリー・キットマンと恋人になることで決着する。しかし、キットマンと恋人関係でありながら、メーベンと恋人関係であったりと謎である。ビリー・キットマンとはこのストーリー以前から、 実生活においても恋人関係であった。2002年、鳥居の実の父親が WWE に登場。アングルジョドード・ン・マリーが父親の愛人となり、構想ストーリーを展開した。2004年には、ケンゾ木スズキが鳥居に惚れ込み、それに嫉妬したヒロコと構想するというストーリーが展開された。両者は2005年2月5日のスマックダウン埼玉、スーパーアリーナ大会。 ロードトゥーレシルマニア21ジャパンツアーにおいて対戦している。下着姿になった方が負けというルールの試合において勝利し、ヒロコはリング上で下着姿になった。2005年のグレートアメリカンバッシュにてメリーナに敗北の後、キャンディスと共に RAW に移籍した。当初は新人であったアシュリーをいじめるキャラとしてヒールターンを果たしていたが、 構想中にキャンディスとビクトリアに裏切られる形でトリッシュ・ストラタスチームに加入しベビーターンする。プライベートでは2003年にビリー・キッドマンと結婚したが2006年10月に離婚。2007年6月11日ドラフトにより RAW からスマックダウンに移籍復帰。ペットのクロエも同じく移籍した。移籍後は ジミー・ワンヤンのマネージャーとして、カウボーイ姿で活動していた。2008年、腰の痛みなどから自ら WWE を退団した。2009年、レッスルマニア25のミスレッスルマニアバトルロイヤルに出場し、人よ限りの復帰を果たした。2012年、MLB のスーパースター選手、アレックス・ロドリゲスと交際中。2019年3月、 WWE 電動入りが決定した。2020年6月、WWE によって愛犬クロエが17歳で死去したことが報じられる。ありがとうございます。